はい、どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今回ですけども、皆さん、ウェブカメラどういったものを使っておりますでしょうか。最近だとね、僕はこれを使っております。で、ただね、あのカメラもすごいいいし、画質もいいし、マイク音質も良かったんだけど、なんかね、唯一僕が欲しいなって思ってる機能として、自動追尾機能が欲しいなって最近思ってるんですよ。で、今回はですね、自動追尾機能がついていて、なおかつ高品質なウェブカメラ、OBS ポッドタイニー 4K というものをですね、ご紹介したいと思います。はい、商品としてはこちら。この小さい箱の中に自動追尾ができるジンバルが内蔵されたウェブカメラが入っているんです。はい。で、皆さん多分ね、すっかりウェブ会議も分化化してきまして、増えたんじゃないでしょうか。僕自身も実際会社で使ってるノート PC を、この家の、外部モニターにつないでですね、クラムシェルみたいな感じで、使っているんですよね。実際いつも仕事する場合は。2つモニターがあっても、普段会社で使ってる PC が、レッツノートなので、やっぱモニターが小さすぎてなかなか見にくいので、もう実際のことを、バッテリー消費のことも考えると、クラムシェルで使った方がいいかなと思って僕はそうしています。で、そういった中、ノート PC にガイドモニターをつなげると、外部モニターって基本的に内蔵カメラがないじゃないですか。なので、外付けのウェブカメラなんかいいのないかなって僕自身も探していたんですよ。で、今まではこれをね、実際使っていたんですけど、自動追尾機能がついた面白いウェブカメラがあった方が、実際プレゼンをするときとか、身振り手振りをしたりとか、ちょっと動いたりした時とかに、プレゼンがしやすいんじゃないかなって僕は思いまして、今回はですね、この自動追尾 AI を搭載したウェブカメラ OBS ボットタイニー 4K をですね、導入してみようかなと思って、今回メーカーさんから、ご好意でいただきましたので、実際に使ってみようかなと思います。はい。で、この OBS タイニーボット、4K なんですけど、実際ですね、これ結構いろいろいい特徴がございまして、例えばですね、注目ポイントとしては AI による自動追尾ができる、さらにはハンドジェスチャーに対応しているので、こう身振り手振りをするだけでカメラ自体にね、内蔵された設定というのが遠隔で操作ができるっていうところが結構いいところです。で、その他にもこれは一応ジンバル機能もついている形になるので、水平プラマイ150度、さらには上下、45度という形で幅広い可動範囲を持っているので、結構ね、たくさんの身振り手振りができるかなっていうふうに思います。で、4K 解像度の中に 2.8 分の1インチのソニー製のセンサーも搭載されているので、画質も文句ないでしょうし、さらにはノイズキャンセリング機能付きのマイクも内蔵しているので、結構ね、マイク音質もいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、さらにはプライバシー保護機能搭載や、プラグ&プレイ対応、そして専用アプリで細かい、ズームだったりとか、設定とかもできるので、そこら辺のところも今回は、詳しくご紹介できればなと思います。はい。で、こちらなんですけど、価格としては現在 Amazon でこのような形になっておりまして、値段としては結構ね、値段高いんですよね。なんですけど、この値段を出してもいいって思えるぐらいですね、結構高機能なカメラにおそらくなっていると思いますので、ぜひ僕の動画を参考にしてですね、ちょっとでもいい画質で、ちょっとでもいい音質で相手に好印象を与えるようなプレゼンができるのを望んでいるそこのビジネスマンの方はですね、ぜひこちら導入していただければなと思います。もちろんね、ビジネスマンだけじゃなくて、これ多分画質もいいので、YouTuber とかそういう人にも向いていると思います。はい。じゃあ、早速見ていきましょう。中身を開けるとこういう感じになっていて、入っているのは本体と、あとはこういうマニュアル類です。で、マニュアル類に関しては、こういう感じになっていて、結構ね、分厚めのマニュアルになってます。で、英語、あと中国語、日本語、あとその他韓国語とか、結構いろんな言語に対応したマニュアルが入っているので、どの国の人でも使いやすいかなとは思います。こういう感じで絵で説明されている形になるので、ソフトウェア
ーの、まあ、操作の仕方っていうところも結構しやすいんじゃないかなと思います。本体の方を見ていきましょう。本体に関してはこれになっていて、この中にいろんな線だったりとか、まあ、ああいうマウント系とかが入っているって感じです。でこういうケースが付属でついていると結構嬉しいポイントがあって、まあ、会議室への持ち運びとか、あとはね外出先とかでもこういうのを展開できるので、こういう風に付属のケースがあると、まあ、別途買わなくていいっていうところではいいんじゃないかなと思います。はい。で開けるとこんな感じになっていて、これ、もう一度ねソフトウェアの仕様とかを確認するため開けさせていただいたんですけど、まあ、この上の部分にネットがあって、まあ、ここにねこういう USB タイプ C to タイプ C のケーブル、もしくはこういうねタイプ C to タイプ A のケーブル、あとは、まあ、こういったタイプ C をタイプ A に変換するようなプラグが入っています。今回僕は MacBook で使用かなと思うので、このタイプ C to タイプ C を使いたいと思います。はい。で、こちらが本体になっていて、本体はね結構小さめです。でこの隣にあるこれが、まあ、いわゆる PC の上とかに設置する用のマウントになっていて、この上の部分が磁石になってるんですよ。で土台の部分のここの部分が磁石でくっつく、接着面になってるので、こういう感じで乗っけるだけでですねカメラが固定できる形になっています。で磁力自体は結構強いので、まあカメラが落ちるってこともまあほぼほぼないかなと思います。ただしこれねちょっと一回僕のパソコンこういう感じで設置してみたんですけど、あんまりねかっこよくないっていうところで、なぜかっていうとやっぱこのカメラ自体が結構大きいんですよね、一般的なウェブカメラに比べると。なのでどうしてもちょっと違和感が感じるなって感じがしました。なので僕は今回直置きでこれは運用しようかなと思っています。一応ねこの後ろの部分を見ていただくと分かると思うんですけど、こういう感じで三脚をつけれるようなネジ穴とかもあるので、三脚持ってる人だったらこんな感じでね机の上に置いてあげるっていうのもできます。はい。で結構ねウェブカメラとしては大きめなんですが、こういうジンバルカメラとしては小さい部類になっていて、ちょっとねサイズ感比べてみようかなと思うんですけど、これ GoPro なんですけど、 GoPro と、こう比べると大体同じぐらいの大きさなんですよね。で例えば皆さんが持ってるようなこういった iPhone とかと比べると、 iPhone と比べると圧倒的に小さいっていうところで、結構ねこのコンパクトさっていうのはこのジンバル付きでは結構珍しいです。まあなんかねこう R2D2 とかそういうスターウォーズとかに出てくるようなロボットにも似ているので、僕は個人的にすごい好印象がありますね。はい。ちょっと簡単になんですけどスペックの方もここで紹介、させていただくとですね、スペックに関してはこちらなんですが、本体サイズ一応 89.5mm×58mm×58mm っていう感じになっています。重量は 146g なので、まあケース入れるとまあもう少し重いかなと思うんですけど、まあそれでもね 200g 以内には収まるかなと思っていて、結構ね外出時には便利かなと思います。はい。内蔵オーディオとしてはノイズキャンセル機能付きマイクが一応2個入っていて、まあ目視できるところで言うとこの OBS ボットの左右両方についているって感じです。電源は DC 5V の 1A、 データ端子は USB Type C で、三脚穴ありの最大解像度が 1080p の 30fps で、もしくは MJPEG H264に対応しているっていう感じです。で動画解像度に関しては 1920×1080 から1280×720 960×540 640×360 に対応しているといった感じです。デジタルズームも一応2倍可能なので結構大きめで撮る場合もできます。で視野角は90度なので結構ね視野としては広い方かなと思いますね。で対応 OS は Windows 10以降になっていて、あとは MacOS とかも対応しているので、 Mac ユーザー及び Windows ユーザーどちらでも使っていただけそうです。はい。で一応ねこれは外見的にも非常にコンパクトなんですけど、先ほどのスペック表通りですね、かなりこう上のカメラ部分においては可動域がこうかなり広い形になるので、結構広い会議室とかでも使っていただくことができるかなと思います。はい。一番上の角度まで上げることもできるので、かなりこういうところは便利かなと思いますね。はい。じゃあ早速ですね、こちら僕は机の上にちょっと設置してみようかなと思います。それじゃあ行きましょう。Let's go。 今こちら接続してみました。接続したらこの OBS ボットの上がこういう風に緑のインジケーターで光ります。なので、接続されているかどうかが非常に分かりやすいなっていう感じがします。はい。で実際に、これ OBS ボットのタイニカム用のソフトなんですけど、まず、ここオンオフを切り替えれるので、オンにすると、これ自動追尾が働く感じになります。ゆっくりなんですけどこう
動いてるのがわかりますかね、この上の部分が。すごい瞬発力が高いかっていうとそうではないんですけど、すごいこうゆっくりと精度よく動いているのが見えます。はい、僕の顔がちゃんとこう認識されてるなっていうのがわかりますね。はい、で、この OBS ボット Tiny4K の最大の特徴がやはりこの本体が被写体を自動検知して、まあ、こう自動追尾する AI を内蔵しているのがいいところです。はい、で可動範囲は、まあ、水平プラス150度なので結構こう動いてもですね、こうちゃんと追ってくれます。でこう早く動くと早くこうなるべく動いてもくれる形にはなるので、まあ早い動きにもしっかりとまあ対応はしてくれるのかなと思いますね。デスクに座りっぱなしのウェブ会議ではまあ自動追尾ってほとんど使うことはないかもしれないんですけど、ライブ配信とかあとトレーニング系のまあレッスン動画を作られている方とか、あとはプレゼンテーションの練習など様々なシーンで活躍することが多分おそらくこれはできるかなと思いますので、これは結構いいかなと思います。ちなみにこいつ電源切る場合はこれをね、こういう風にジンバルを下に向ける、こうするだけでまあ電源が切れる形になるので、まあ、電源の切り方も結構簡単かなっていう風に思います。でさらにこれ解像度が 4K ウルトラ HD に対応しているっていうところが良くて、これちょっとね実際皆さんに見てもらいたいので、そうですね、このフェイスタイムでちょっと、動画を見てもらいましょう。はい、お待たせしました。今ですねこちらカメラつないで、今フェイスタイムで喋っております。でこう身振り手振りしちゃうとこいつ自体がですね、ジェスチャー機能が働いてるので変なことが起きちゃうのでなるべく控えたいとは思います。で、このノイズキャンセリングとか対応の、今マイクも使ってるので、今皆さん声聞いていただいてどうですかね。結構綺麗に聞こえるかなって僕は思います。一回サンプリングさせていただいた時結構ね声が綺麗だったので僕はねそういう風に感じました。はい、で、やっぱりですねこの声が綺麗っていうのはかなり大事で、鮮明な、まあ、会話を届けることができるので、何もう一回言ってとかそういう無駄な時間が、まあ、いわゆるですね発生しないっていうところは結構いいかなと思います。はい、で一応これなんですが、画角としては90度なんですけど、例えば倍率を上げたいよっていう場合、こういう風に、倍率を上げてくれます。今こう画面見た時に倍率を上げてくれたと思うんですけど、まあ、こういう感じでね、一回こういう、って、こう顔の近くにね、なるべく置いてあげるとですね、反応しやすくて、まあ、こういう風にするだけで、ズーム効かしたり、こういう風にしてズームをオフにしたりとかができます。ただしこれ今の状態だと結構ベストな、まあリモートワーク角度かなとは思うんですが、やはりこうズームしてしまうとですね結構自分の顔大きいなって感じがしていて、あんまりここはねズーム機能としてもう少し細かく設定できればなと思います。はい、で一応設定できないわけではないんですけど、初期値がこういう感じになっているだけで、今隣の方に出ているこの OBS モッドタイニーカムの付属ソフトを使えばですね、それもできます。はい、一応ここの部分ズームって書いてあると思うんですけど、今 1.27 なんですけど、これをもう少し上げれば、この顔を伸ばすこともできるし、こう、縮めれば、人の顔をね伸ばす、遠くにすることも一応可能です。はい、で、まあ、ここをねちょっといじっていただいて微調整するもよし、あとはこの詳細設定っていうところの上の方にあるんですけど、このジェスチャーでのズーム倍率を設定っていうやつを押してあげれば、この、ジェスチャーで伸びる、まあ、固定の、まあ、ズーム率っていうのも自分で設定することは可能なので、まあ、ここら辺はね、まあ、うまく設定すれば結構こう使いやすくなるんじゃないかなとは思いました。はい。で、一応このソフトウェア自体がものすごい使いやすくて、まず日本語で、しかもこの接続の不安定さがほとんどないっていうところが結構いいんですよ。うん。で、まあ上からね、まあこうジェスチャー追跡対象を固定するかしないかとか、ジェスチャーとかズームをオンにするかしないかっていうのも、こうわかりやすく書いてるってところもいいですし、まああとは HDR っていうやつがあって、これ今 HDR オンにしてるんですけど、オフにしたら、
これちょっと色がね薄くなったの今わかりますかね。でもう一回オンにすると HDR が効いたので色が濃くなったっていう感じに見えると思います。で、まあ、HDR 自体は正直なところを言うとですね、まあ、あのすごい会議において必要かどうかで言うとないんですけど、まあ、HDR あることによって血色がよく見えるので、まあ、あの体調いいのかなあの人、結構いい印象に見えるかなっていう感じがあるので、 HDR あったらあったでまあいいかなと思いますね。はい。であとオートフォーカスってところがこれ結構良くて、ちょっとねテストさせていただくと、まあ、机の上にこれでいいや。はい。今僕の顔にオートフォーカスあったんですけど、それ、今これ手前に人形とこういう感じで人形にフォーカスが当たります。で、また僕をやると僕に当たって、またこれ人形やると人形にオートフォーカスが当たる形になるので、まあ、こういう風にねオートフォーカス自体は結構ソニーのセンサーを使っているのでわりかし早いかなと思います。はい。ただしですね、まあ、あくまでもウェブカム 2.8 分の1センサーって形になっているので、まあ、あのソニーのねこういう後ろにあるんですけど、ここまあ、もう少しズームをこうやると分かるんですが、ここにあるような一眼レフとかに比べるとやっぱりオートフォーカスは劣るかなと。ただ、まあ圧倒的にですね、まあ、エルガトさんとかのああいうウェブカメラに比べると結構オートフォーカスは早いかなと思うので、まあ、ここら辺のところはですね、まあ、紹介系ではちょっと難しいかもしれないですが、まあ、会議中にこの商品をプレゼンしたいんですというふうに見せた時にフォーカスが当たりやすくなるので、結構こういうのも会議にはいいんじゃないかなと思いますね。はい。まああとフェイスフォーカスがあったりとか、顔認識 AE とか、マスクリーンモード、水平スクリーンかポートレートを、切り替えるかっていうやつになっていたりとか、ジンバルの初期位置を、設定したりとかもできます。はい。で、一応ねこの初期位置設定ってやつもここのやつを使うと、まあ、様々な角度を、変えることができまして、まあ、自分でね、初期位置を最初に決めてもらうこともできるので、まあ、ここら辺のところはね、まあ、自分の使いやすい設定に変えていただければ、かなり使いやすいかなとは思いますね。次に、Face HD カメラ、いわゆる MacBook 内蔵のカメラで、今映すとこんな感じ。先ほどよりも、やっぱ HDR が効いてない分、顔が白く見えるかなと思います。なので、まあ、ここはね、まあ、正直好みの問題かなと思いますね。まあ、こっちもこっちで、ね、結構画質的にはいいので、まあ、ここは、まあ、ご自身がいいなって思うやつにしてください。ただ、やっぱ皆さんが営業で使われるようなレッツノート、ああいうのと比べると全然こっちの方が綺麗なので、まあ、それらと比べるとですね、まあ、正直なところ OBS ボット、タイニー 4K を使うとですね、圧倒的に画質は、やっぱりこう上がるかなと思います。はい。それじゃあ最後、まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。いかがだったでしょうか。今回はタイニーカム 4K こちらをですねご紹介させていただきました。はい。今もですね僕の方を、追っています。すごい、可愛らしい子です。はい。これ実際使ってみてどうなのっていうところで言うと、画質ものすごいいいですね。うん。めちゃくちゃ画質がいいので、このレベルでウェブ会議ができたら本当なんかこう、あの人すごい画質こだわってんな、あの人すごい印象いいなっていう風に思われるかなっていう風に思います。で、自分が伝えたい内容っていうのが、こう身振り手振りが結構激しいとか、こう資料とかを結構バンバン投影したいタイプの人とかは、この自動追尾がついてるだけで結構やっぱりこうね、動ける範囲が変わってくるので、これ結構いいんじゃないかなっていう風に思いました。で、デザイン的にも結構おしゃれで、なおかつこう R2D2 とか、ああいうスターウォーズに出てくるようなものを連想させるような結構可愛らしい感じになってるので、僕は結構好きですね。で、自動追尾や HDR、 さらにはこのオートフォーカスの速度、そしてノイズキャンセリングマイクのこの精度、そういった方を含めてもですね、これウェブ会議にもぜひ導入していただきたいなと思います。で、いいところ悪いところちょっとね簡単にまとめると、いいところは画質がいい、音質もいい、機能性もいい、ソフトウェアの動かしも結構しやすいっていうところは結構いいかなと思いました。一方悪いところ何っていうと、悪いところやっぱりこの値段がちょっと高すぎるなって感じがするので、ここだけねちょっとご了承いただける方だけが入れていただける製品かなっていうふうに思います。はい。まあ、ウェブ会議メインで使うのも、まあ全く問題ないですけども、せっかくねこれだけ高いカメラでしかもいい画質で撮れるのであれば、ぜひ配信とかもチャレンジしてみていただければなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。僕の概要欄から変えるようにしておきます。じゃあの